食べよう。うん。じゃあ飲み物は？それでいいの？うん。あるよ、ビール。食中酒。食中酒？中酒な。食中酒。あ、食中酒って言うな。うん。食中。食中酒。あ、これ大好きなんだよね。うん。中酒の？これね、めちゃくちゃ好きなのこれ。じゃあ乾杯しよう。うん。乾杯。おいしい。うん。なダメだ、俺不利だな。何がよ。なんか手つないで。手つないでご飯食べるんだよ、今日は。なんでそんなことするの？いや、だってさ、俺、うん、一緒にご飯今日食べに行ったけど、いただきまーす。なんか何もしてくれなかったし。どういうことよ。俺、どっか行ったら、うん、必ず手の、こうやってやっていくのね。うん。絶対手つないでくれないから。なんでさ、何ですか？邪魔くさいじゃん。何が？手つないでると。いいじゃん、あんた、右手なんだから。俺も右利きだけどさ、不利だもん、こんな。じゃあいいよ、左で食べてる。いけるいける。え、いる？何が？これ。いるいる。やらないよ。もう、本当にやめよ。なんでよ。何の罰ゲームなのこれ。いただきまーす。うん。あ、ほんと。ほんと美味しい、ここの、とんかつ。うん。柔らか。うんうん。美味しい。うん。おいしい。うん。うん。うん。おいしい。なんか、左利きの人って可愛いよね。うん。って思わない。なんか、左利きの人って可愛くない？ちょっと不慣れな感じしない？左利きの人って。なんか。え、そんなことないよ。それで生きてきたんだもん。すんごい綺麗な箸の使い方の左利きの人、あんま見たことない。あ、そうかな。うん。いや、ちょっと不慣れなとこが可愛い。うん。じゃあ置いとこうか、ここに。ただ単に、翔ちゃんが見慣れてないだけじゃない？まあ、見てないけど。うん。うん。うん、うん。危ないよ。危ない。しょうがないじゃん。何が？こう繋いでないといけないじゃん。しょうがないじゃん。まあね。ねえ、わざとじゃんよ。わざとじゃん。わざとだよ。わざとじゃん。なんで右利きって使えんのにわざわざ左手でいろいろやろうとすんのよ。お箸持ってるから、ちょっとビールこっちで取らないとな。そういうことです。なんかパートナーシップ選手して、丸6年だもん。食べ物置いたら、そう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 、置いてから喋んなさいよ。食べ物置いて。何？もうパートナーシップ選手して丸6年なんだって。あっという間だね。あっという間だね。何も考えずにやってきたね。何も考えずにやってきたね。てか忘れてたしね。忘れてた。あ、そうなんだろ。いろんな人の DM が来て、うん、あ、今日なんだってなって、嬉しいね。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。食べさせてあげようか。うん、うん。俺が。うん、うん。卵食べないでしょ。食べない、うんうん。ガリでいい？なんでよ。いいよ、別に。ネギ出るから。え、これ本当にずっとすんの？これ本当にずっとすんの？もういいんじゃない？でも逆に手持ち無沙汰になるかも。どういうこと？手開くじゃん、左が。うん。逆に手持ち無沙汰になるね。そんなことない？どうしたらいいの？だってこう、まあ、やるよ。うん。この手はもうこうしとくしかないと思う。うん？こう、今こうしてます。それあんま礼儀良くないよ、これは。あ、そうなの？うん。こぼすからじゃないの？だから、こぼすからのあれであって、多分、礼儀の面では良くないと思う。そうなんだ。どうするのが正しいの？お皿使えって話？いや、わかんないよね。わかんない。わかんない、俺も。あれ、平林先生に聞いてきてる。すんごい怒られそう。すんごい怒られそう。うん。お寿司も美味しいじゃん。うん。というわけでね、6、9年らしいかな。うん。今日はお寿司。好きなの食べて。好きなの食べてとか。今日はいいよ。イクラも食べていいよ。いやいやいや、もう。イカも食べていいよ。いいのよ。いいのよ。いいの、いいの、いいの。僕はあなたが食べないものを食べていくんです、いつも。いいんです、それが幸せなんです。
いんですよ。うん。今の食べて。いいの。なんなの？何か。いつもそうだよね。食べていいよって言ったら、いいのとかさ。買いなよって言っても、いいの。で、絶対言うじゃない。何俺は買いたいものも買わせてもらえない。食べたいものも食べれない。それを言うために、今と言ってってことですか？いいの。本当にいいの。大丈夫。献身的。そう思ってないけど、別に。いくら食べてみて美味しい。いや、いい。あなた食べるんだからいいよ。いい、本当にいいよ。食べないからね。食べてよ。ホタテも食べないからね、僕。ホタテは食べてよ。あなた好きじゃん、ホタテ。いや、普通。え？俺、粒貝とかが好き。コリコリしたやつが好き。え、ホタテ微妙なの？ホタテ普通。え、普通って何？え、好き。普通に好き。めっちゃ食べたいじゃなく、普通に。一貫食えば満足。ホタテ、普通。うん。サーモンも普通。エビも普通。マグロはむしろ、そんないらない。卵はそんないらない。え？ホタテとサーモン同じランク？うん。嘘！で、翔ちゃん好きでしょ？むしろもう二つ食べていい。本当は好きだったけど、ずーっと我慢して。え、食べていいよ、全然。え、それはもう翔ちゃんが勝手になんか勘違いしてただけで。え、だから白いもの結構好きじゃん。白いの好き？だからホタテも、まあ、どっちかというと好きな人だと思ってた。あ、普通。あ、そうなんだ。え遠慮しすぎた。うん。貝類は好きだけどね。うん。食べて。うまっ。ちょっとあれもあるかね。うん。ハンバーガー。あ、これね。うん。食べてよ。うん。あ、これにしようかな。うんなの？サセボバーガーらしいんですけど。うん。これサセボバーガー作ってる人、ちょっと怒らない？これ。どういうこと？もう、サセボバーガーってもっと分厚くてさ、すごいことになってない？まあ、大きいよね。うん。大きい。ちょっとこれ、サセボバーガーの人たちはちょっと怒らない？これは。え、サセボバーガーの定義って何？定義って何？すごいでかくてさ、なんかいろんなもの詰め込んだやつじゃない？そうなのかな？大きいイメージはあるけど。ちょっとこれサセボバーガーは怒らないんですか？サセボバーガーの定義。はいはい、教えて。サセボバーガーの定義は、うん、地元食材を使い、注文を受けて作り始めるこだわりハンバーガーであること。え？何？具材どうこうじゃないの？具材どうこうじゃないし。地元の食材を使って、注文を受けてから作り始めるこだわりはハンバーガーか、サセボガバーガーだから、これはサセボバーガーではありません。まあまあね。地産地消的な感じ？そうなんじゃない？え、地産地消ではない。地産地消じゃん。あ、地産地消になってる。その土地のものを、その土地で消化する、うん。え、でもさ、注文入ってから作り始めるなんて、モスバーガーも一緒じゃない？でもほら、その土地のものを使ったわけじゃないでしょ。サセボのものを使ってるわけじゃないでしょ。え、具材は？え、ないよ。書いてないよ。え？サセボバーガーの、ほら、定義は。地元食材を使い、注文を受けて作り始めるこだわりハンバーガーであることがサセボバーガー。書いてある。特にないのね。特にないの？何が入ってるとか。ないんじゃない？あ、そうなんだ。うん。何がサセボバーガーなのこれ。これ、何がサセボなのよ。でも、あ、どうなんだろう。え、な、あ、でも、どれも結構、ベーコンは入ってるっぽいね。あ、ベーコン。うん。ああ。佐世保の方教えてください。うん。うん。あと、スクランブルエッグとか入ってるのかな。タルタルが入ってるから、なんか、それがなんか、まあ、佐世保バーガーっぽいよねっていうことなんじゃない。あ、そうなのね。うん。初めて知った。うん。え、じゃあ、ホタテ食べようかな。食べてよ。うん。遠慮しすぎなのよ。いつも。うん。どうしたも決まる。ちょっとソファーの穴掘らないで。ホタテも好きな部類だと思ってた。まあ嫌いじゃないよ。普通に。だからまあ上位の方だと思ってた。あ、そうだもんな。そうなんだ。だってさ、俺回転寿司に行ってさ、ホタテ頼まなくない？あ、まあまあそうなんだけど、うん、この中に入ってんのって大体ホタテ入ってるじゃない？うん。だからまあホタテも白いからさ、うん、好きなのかなって思ってた。ああ。
嫌いじゃないけどね。最近さ、はい、あの、お試し期間でさ、ディズニープラス入ったりとかさ、Unext 入ったりとかさ、もともと FOD 入ってる、Hulu 入ってるとか、Amazon プライムやってるとか、多すぎるよね。まあね。Netflix はうちら入ってないじゃん。うん。Netflix もさ、入りたいやつってか見たいやつはあるじゃん。うん。わかるわかる。なんかさ、それぞれ、なんていうの？特徴をさ、つけないとさ、みんな入ってくれないからさ、独占のテレビとかあるんだろうけどさ、ね、見たいやつがいくつもあるからさ、うん、結局いくつも入るじゃん。うん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 。もったいないよね。ほんとなんか、まとめてほしい。確かに。まあ、もう、まあ、まあ、課金がすごいじゃん。でも、あなた、あなた、映画見ないんだから。映画は見ないけどさ。じゃあもう全部解約したらもう、もはや。だって、TVerで見れるよ。あ、でも地上波じゃないやつもあるもんね。そうそうそう。うん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 。確かに。やっぱそれぞれのやつでしか見れないやつがあるからさ。ああ。それを見たいってなると、うんうん。やっぱ、解約できないじゃん。そしたらもう、月々結構お金払ってるなと思って。うん、まあね。うまいよね、やり口が。まあね、まあね、まあね、まあね。みんな何に入ってんだろう？ 1 個だけ？いやたくさん入ってるみんな。2、3個入ってんじゃない？ 2、3個入ってるかな？うん。最近ディズニープラスに入ったからさ、無料期間でね。うん。やっぱほら、ディズニーのさ、映画とかも見れるからさ、うん。やっぱ入ったら入ったでなんか、いいなとかさ、なるじゃん。見たいやつあるな、みたいな。うん。ちゃんと解約しないとさ、そのまま、見続けることっていうか、支払い続けることになっちゃうからさ。確かにね。うん。食べる？え、いいよいいよ。ゆっくり食べれ。え、食べられますよ、全部。いいよ。いいよ。これ全部3巻ずつとか取っちゃうけどいい。いいよ。そしたら大食い YouTuber って呼んでやるよ。いらないよ。いらないよ、それ。いやー、ほんと。最近増えすぎてさ、忙しいんだよね、見たいのが多くて。YouTube も見たいしさ、ドラマも見たいしさ、まあね、地上波のテレビも見たいしさ、まったりしたね。そうね。最近、翔ちゃんがハマってることみんなに教えてあげようか。やだ、もう何？アイコラ。あ、もうよくない、よくない、よくない。マジよくない。それ、ほんとやめて、ほんとにやめて。あの、やめて、よくない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 。よくない、マジで。よくないよ。マジで。それよくない。でもね、で別に。違う、言い方が悪かったね。うん。AI を、駆使して、うん、あの、自分好みの画像を作るっていうのにハマってる。あ、そうそうそう。じゃあ、うちらとかの画像よ。うんうんうん。持ち丸とかね。すごいよね、あれね。今の AI は進化してる。すごいよね。あの、ここでさ、写真撮るじゃない。うん、で、パソコンに写して、うん、ここを切り抜いて。切り取ってね。で、例えば、スーツとか検索すると、うん、ここだけスーツになったりするのよ。ちゃんとね。それで、自分が似合う服とかを、探すのよ、うんうんうん。それ、あ、もう、いいよね。いい。なんか、実際、うん、これいいなって思うやつと、着てみたら、うん、あれ違うなって、っていうのあるじゃん。うんうんうん。絶対ある、絶対ある。で、それもちゃんと体型に合わせて服をなんか着てるように見せてくれるから、おすすめっちゃおすすめ。まぁ、あ、ちょっとね、あの、うん、そういうソフトとかがないと。あ、そうだね、そうだね。できないね、そうだね。けど、下手したらさ、なんかもうアプリとかでありそうだよね、うん、携帯の。まあね。うん。いや、あれすごいもん。すごいね。ほんと。よーく見ないとさ、うん。合成というかさ、そうだね。AI が作ったってもう本当わかんないよね。思わない、思わないし、すんごいよくできてるのよ。うん。だからさ、最近なんかインスタとかさ、うん、X とか見ててもさ、これ本当に本人なのか、AI が作った人なのかわかんないやつあるよ。え、いやいやいや、わかんないけど、うん、いや、今までインスタとかのやつ見て、え、この方は何の、お仕事されてて、どうして毎回、うん、あの、おしゃれな、おしゃれなところに行けてるんですか、うん、みたいな人たくさんいるじゃない、うん、なんかもしかして AI 使ってんじゃないかなって思ってる。だから可能性あるよね。うん。本当に。
なんかそれこそどこどこのお店とかの情報がさ、入ってたりとかしたら、あ、まあね、ね、まあ、ああ、言ってんのかなとかさ、思うけど、そうじゃなくてさ、なんかすごい豪華なホテルに泊まってる風、そうそうそう、画像とかさ、そうそうそう、なんか豪華なレストランで食事してる風画像とかさ、ここだけくり抜くけど、うん、背景とかも全然違和感なく、するのよ、うんうんうん。自動生成してね。そう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 、だからもう、わかんないよね、うん。本当に撮ったものか、AI ってのやつなのかわかんないからさ、うん、面白って思って。うん、面白い。けどさ、本当に騙されるよね。絶対騙される。うん。だってさ、空とかさ、天気とかもさ、前からそうだけどさ、あ、そうそうそう、変えられるじゃん。あの、そう、画像編集で天気も変えられるんですよ。うん。曇天な時とかでも。うん。青空にも帰れるし。うんうんうん。うんうん、そう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 。気をつけてみんな。本当に。いやでも、わからない。わかんない。わかんない。わかんない。騙されないように気をつけてほしい。本当に。だから普段見てる人たちっていうのは、本当は全部作り物かもしれない。うん、あと本当に、本当は実在してない人かもしれないよね。場合によっては本当に。それぐらいなんか今リアルじゃん。いや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 、それはわからないけどさ。なんかそれくらいなんかリアル、うん、だからもう本当になんか溢れすぎてるよね、うん、インスタでもさ、何をされてる方なのみたいなさ、おう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 すんごいいい部屋に住んでて、おう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 、もう全部で AI かもしれない。まあできるよね。できる、できるよね。できちゃう、できちゃう、本当に、うん、すごい。素人でも多分簡単にできるもんね。あ、全然簡単。ある程度のなんかやり方が分かれば、うん、そう、怖いよ。末恐ろしいよ、本当に。ね、そうよね。まあ、そんな、ね、うん、いいとこ食いに行くのを見せつけなくてもいいんだけどね。ああ。安くて美味しいとこなんかたくさんあるし。うん。うん、なんか情報として教えてくれるならいいよね。うん。こんな素敵な場所がありますよとかさ、うん、素敵な美味しいご飯が食べれるとこあるよっていうのでさ、教えてくれるんだったらいいけど、大体もなんか、ね、そういうってさ、ね、もう自分がメインじゃん。そうだね。確かに。なんかいつもこういう話するけど、ね、自分がメインじゃん。うん。お前らもそうじゃんって言われたら、ちょっとあれだけど。そんなことないよ、ね。もう安くてうまいのが一番いい。うん。うん、だ加工ができるのすごいよね。動画は加工できないけど。あ、そうね。動画はね、うん。もう相当大変だよね。一コマ一コマさ。そうだね。全部やらないといけないからさ。何やってんのよ。みゆちゃん。何、お腹いっぱいになったの？ん？お腹いっぱい？になった？なってないけど。え、食べてよ。え、どれ？ネギトロ食べた？食べた一個。え、食べてよ、もう一個。俺ネギトロいらない。サーモンもいらない。エビは食べた、俺一個。エビ食べなさいよ、好きでしょ、だって。あ、うふた、普通。俺、あと、イカと、縁側と、イクラが食べれたらいいわ。ちゃんと要求してんじゃん。結局、お前は、それ以外食うなよって言ってるようなもんで。何がよ。いいよ。いや、いいよ。食べ。いいよ、いいよ。いつもそうです。結局、お前は、それ以外食うなよって言ってんじゃん。いや、でもほら、1,2,3 でしょ？ちょちょ、1,2,3,4 だよ。いらないよ、そんな。なんでよ。喜んで食えよ。